アマテラス大神からの祝福に利宮殿下が包まれ、2024年3月、天皇皇后両陛下の長子であられる利宮殿下が単独で伊勢神宮を参拝され、その凛とした立ち姿に多くの国民から称賛の声が寄せられました。また利宮殿下の訪問に呼応するかのような天候の変化や神々しい情景の数々は、まるで皇室の御親神であるアマテラス大神からの祝福の印のようだと話題を集めました。一方、2023年10月に伊勢神宮へ参拝された秋篠宮家の長男である悠仁さまの物憂げな表情や足取りについては、多くの懸念や心配の声が上がっています。今回は、利宮殿下と悠仁さまの伊勢神宮参拝について、それぞれの場面を詳しくお伝えしていきます。利宮殿下は、気品ある青年皇族としての資質を備えられ、その優しいお心遣いや、国民に寄り添う姿勢が広く称賛され、国際的な関心も集めています。利宮殿下の威厳と、気品に満ちたお姿は、利宮殿下を皇位継承者に、という声が高まる、主要な要因となっていると言われています。その一方で、現行の皇室典範において、次世代唯一の皇位継承資格者である、悠仁さまや秋篠宮家に対しては、ますます厳しい意見が目立つようになってきています。2024年3月、利宮殿下は、大学の卒業と就職のご報告のため、皇室の御親神であるアマテラス大神を祀る伊勢神宮を初めて単独でご参拝されました。その道中では、利宮殿下への国民の強い支持を示す出来事が数多く見られ、大きな関心を集めました。利宮殿下は東京駅から新幹線にご乗車され、伊勢へ向かう近鉄線に乗り換えるため名古屋駅で降りられました。この時、名古屋駅には約100名もの人々が利宮殿下のお姿を拝見しようと集まっていたそうです。その状況について、皇室担当記者は次のように述べています。駅構内には青色の規制ロープが設置され、集まった人数も警備の厳重さも両陛下と同等の規模でした。2015年の佳子さまや以前の悠仁さまの参拝時には見られなかった光景でした。純白のスーツと帽子をお召しになった利宮殿下は、優美な印象を醸し出され、集まった多くの国民が感嘆の声を上げたといいます。皇族方、特に皇后陛下は伊勢神宮参拝の際には白い装いを選ばれることが通例とされています。今回も皇后陛下からご助言を賜り、お衣装を選ばれたものと推察されます。近鉄鳥羽駅でご降車の際はあいにくの雨天でしたが、伊勢神宮へ向かう車中でも利宮殿下は雨の中、窓を開けて微笑みながら手を振られていました。伊勢神宮到着時にも大勢の国民が利宮殿下をお迎えしたと伝えられています。そして利宮殿下が伊勢神宮の外宮に到着される直前、降り続いていた雨が不思議なほど突然に止んだのです。伊勢神宮近くの飲食店で働く従業員は次のように語っています。利宮殿下がいらっしゃるまでは激しい雨が降り続いていました。外宮にご入場された頃から空が晴れ始め、見事な青空が広がりました。大勢の方が、利宮殿下のお姿を拝見しようと、雨の中待っておられましたが、晴れ間が見えた時には、さすが皇族方がいらっしゃると天気が良くなりますね、という声が聞かれました。利宮殿下は、凛としていらして、本当に美しいお姿でした。久しぶりの伊勢神宮へのご参拝でしたが、立派に成長されていて、やはりご参拝の際は天候も良く、アマテラス大神のご加護があったのでしょうね。皇族方の重要な行事の際に天候が好転することは、これまでにもたびたび見られた現象です。このような天候の変化は天皇晴れと呼ばれ、昭和天皇のご外出の際に必ず晴天に恵まれたことから、この呼び名が生まれたとされています。両陛下のご成婚パレードの時も、開始直前に雨が止み、まるで神々からの祝福のように大きな虹が空にかかったことがありました。また平成から令和への改元に伴って執り行われた即位礼正殿の儀においても、儀式の直前に雨が上がり虹が現れました。この出来事はアマテラス大神からの祝福として大きな反響を呼びました。そして利宮殿下の伊勢神宮参拝の日にも同様に、突如として雨が止み、まばゆい陽光が差し込んだのです。さらに利宮殿下が
皇室の御親神であるアマテラスオオカミを祀っている内宮の広大神宮で玉串拝礼をされた際、神秘的かつ荘厳な瞬間がカメラに収められました。栃の宮殿下が内宮に入られた瞬間、かやぶき屋根に陽光が差し込み、黄金色の輝きを放ったのです。また拝礼を捧げていらっしゃる間、純白のお召し物に温かな光が注ぎ、栃の宮殿下の背後から力強い風が吹き抜けました。まさに皇室の御親神であるアマテラスオオカミが栃の宮殿下に祝福を授けているかのように、天空からまばゆい光が差し込んだのです。この光景は大きな反響を呼び、神秘的だとの声が多数寄せられました。一方、悠仁さまも2022年10月に非公式な形で伊勢神宮を単独参拝されています。神職の方々と共に内宮へ向かって進まれる悠仁さまの前方のかやぶき屋根には明るい光が差し込んでいました。しかしながら、悠仁さまが屋根の下をくぐられた瞬間、その屋根に暗い影が広がっていく様子が映し出されていました。また悠仁さまの表情や歩みにも重々しさが感じられ、伊勢神宮全体に沈んだ空気が漂っていたと伝えられています。こうした天候の変化について、皇室の御親神であるアマテラスオオカミの意志が反映されているのではないかと解釈する声も少なくありません。悠仁さまに対する国民の不安や懸念が如実に現れたような場面でした。また参拝当日の一般参拝者への対応にも両者の間で顕著な違いが見られたようです。栃の宮殿下のご参拝日には参道への一般参拝者の立ち入りが制限されていたとのことです。対して悠仁さまのご参拝時にはそのような規制は特に設けられず、参道が混雑するような事態も見られなかったようです。この件について伊勢神宮広報部は以下のように回答しています。天皇皇后両陛下や皇太子ご夫妻にあたるご身分の方、皇嗣ご夫妻には特別な扱いを行いますが、その他の皇族方に対する際は設けておりません。一般参拝者の規制はその時々の警備体制や誘導の必要性に応じて判断しております。栃の宮殿下のご参拝時には多くの参拝者が予想されたため、一般参拝者の動線が制限されたものと考えられます。実際悠仁さまが東京駅から名古屋駅を経由して三重県入りされた際、悠仁さまの存在に気づいた一般の方はごくわずかだったといいます。この点について皇室担当記者は次のように語っています。早朝から多くの旅行客でにぎわっていましたが、悠仁さまの存在に気づいた方はほとんどいませんでした。悠仁さまの足取りには重々しさが感じられ、早朝出発だったこともあり、お疲れなのではないかと心配になる場面もありました。また悠仁さまの伊勢神宮へのご到着時も車の減速や悠仁さまが一般の方々に手を振られることもなく、結果として国民の目に触れる機会はなかったようです。さらにご参拝の際に参道に集まっていた人々の大半は悠仁さまをお迎えする目的ではなく、偶然に参拝に訪れていた方々だったといいます。実際悠仁さまが参道を進まれる際、カメラを向ける人もほとんどなく、注目も集まっていなかったため、写真が合成ではないかという疑問の声さえ上がったほどでした。これに関して皇室担当記者は以下のように述べています。確かに誰も悠仁さまに注目していない違和感のある写真ではありますが、合成である可能性は低いと考えられます。というのもニュースポストセブンの報道によると、悠仁さまがお通りになる際、周囲の参拝者は一時的に道端で待機するよう指示されていたのです。したがってこの写真に写っている参拝者はもともと悠仁さまをお迎えする目的で来られた方々ではなく、純粋に参拝に来られていた方々である可能性が高いと思われます。周囲の方々からやや不満げな表情が見られるのは、このような一時的な待機を求められたことが影響しているのかもしれません。悠仁さまのご参拝時に漂っていた重苦しい雰囲気は、国民からの歓迎ムードが乏しかったことも一因かもしれません。この三重県訪問では対照的に栃の宮殿下の細やかなお心遣いが注目を集めました。栃の宮殿下が西宮歴史博物館にお迎えになる際、大勢の国民が国旗を手に歓迎の意を表しました。その中には多くの子どもたちの姿も見られたそうです。栃の宮殿下は職員の方と短い会話を交わされた後、
お一人で子供たちの方へ歩み寄られました。子供たちは最初こそ驚きの表情を見せましたが、敦宮殿下の温かな笑顔にすぐに打ち解け、大学をご卒業されたのですよね、などと親しく話しかけ、和やかな交流のひとときを過ごされたそうです。敦宮殿下はお膝を曲げられ、子供たちと同じ目線で優しく言葉を交わされていました。本来であれば、直ちに博物館内へ入られる予定だったとのことですが、お出迎えの方々との交流の時間を取られたのです。職員との会話は、警備上の配慮やスケジュールの確認のためであったようで、細部にまで気を配られるそのお姿からは、敦宮殿下の深い思いやりの心が感じられました。この伊勢神宮参拝が大きな注目を集めた背景には、悠仁さまの参拝時期が敦宮殿下より先であったことに違和感を覚えた国民が多かったことが挙げられます。この点について静岡福祉大学の渡部雄二名誉教授は以下のように分析しています。現在も秋篠宮家への風当たりは依然として強く、一方では敦宮殿下を将来の天皇にという国民の声があるのも事実です。悠仁さまの皇位継承に関して多少なりとも不安をお感じになっているのかもしれません。秋篠宮ご夫妻は悠仁さまの皇位継承者としての期待を高めようとするあまり、広範な視野を見失われているように感じます。このような秋篠宮ご夫妻の行動によって国民からの悠仁さまへの期待が薄れていっている現状のようです。2024年9月、成年皇族となられた悠仁さまでしたが、当初予定されていた成年記者会見および関連する諸行事は諸般の事情により延期となりました。これに代わる形で悠仁さまは以下のような趣旨の文書を公表されています。今年9月6日をもって18歳の誕生日を迎え、成年の節目を迎えることとなりました。幼稚園、小学校、中学校と歩んできた日々がまるで昨日のことのように思い起こされます。しかし、いよいよ成年を迎えるという現実に直面し、時の流れの速さを痛感しているところです。これまでの18年の歩みの中で、実に多くの方々から様々な形で温かいご支援とお心遣いを賜りました。この場をお借りして、深く感謝の意を表したいと存じます。また、今日まで慈しみ育ててくださった両親、そして常に温かく見守ってくれた姉たちにも、心からの感謝を捧げたいと思います。2022年4月より、民法上の成年年齢が、20歳から18歳に改正されたことに伴い、私も高校在学中という比較的早い段階で、成年を迎えることとなりました。現在は最終学年の生徒として、将来の進路実現に向けて真摯に取り組むとともに、残された高校生活の一つ一つの行事や、日々の学びを大切にしていきたいと考えております。これからも日々の経験を通じて見識を深め、様々な学びを吸収しながら、自身の成長につなげていく所存です。この文書からは、新たな段階を迎えるにあたっての、悠仁さまの真摯な決意と、周囲への感謝の念が伝わってきます。しかし、悠仁さまの高校を卒業後の進路については、大きな懸念がされている現状です。悠仁さまの進学先については、東京大学農学部への進学が有力視されているとの報道が出ています。しかしインターネット上では反対署名に1万2000人以上が賛同といった情報も流れており、状況は必ずしも明確ではありません。こうした議論が大きな広がりを見せている背景には、これまでの皇室特権の存在が深く関わっているとの指摘があります。例えば悠仁さまの教育機関選択の経緯を振り返ってみると、幼稚園時代にご入園された、お茶の水女子大学附属幼稚園は、国立の名門幼稚園として、高い評価を受け、一般入試では極めて狭き門とされていました。しかし、悠仁さまは同大学が、2008年度に特別に設置した、特別入学制度によって、入園を果たされています。また、現在在学中の、筑波大学附属高校への進学についても、お茶の水女子大学が新規に制定した定型校進学制度を活用されたという経緯があります。このような皇室特権の適用例として最も注目を集めているのが、現在議論の的となっている東京大学への推薦入学の可能性です。この件に関しては様々な立場からの意見が交錯し、活発な議論を呼んでいます。教育関係者からは、入学者選抜の公平性や
教育機会の平等といった観点から慎重な検討を求める声も上がっています。さて、悠仁さまの教育環境を考える上では、皇族の伝統的な学び屋であった学習院への進学を一度も選択されていないことも大きな懸念を集めています。学習院は長年にわたって多くの皇族方の教育を担ってきた由緒ある学園であり、豊島宮殿下は18年という長きにわたって一貫して学習院で学びを深めてこられました。特筆すべきは、学習院が単なる教育機関としてだけでなく、皇位継承者育成のための帝王学を実践してきた歴史的な背景を持つ点です。その教育理念は日常的な場面にも現れています。例えば、学習院女子中高等科における興味深いエピソードとして、秋篠宮家の小室眞子さんご入学の際、秋篠宮さんと呼んでほしいと要望されました。しかし、当時の教職員はその提案を謝意とともに辞退し、伝統的な宮様という呼び方を守り通したといいます。この判断の背景には、学習院として皇族としての自覚と誇りを育んでいただきたいという強い願いが込められていたと考えられています。つまり、特別な立場に生まれた者にはそれにふさわしい責任と義務が伴うことを、日々の学校生活を通じて自然に学んでいただく、そうした学習院独自の教育哲学が長年受け継がれてきたのです。このように、学習院には皇族教育に関する豊富な経験と実績があり、皇族としての精神性を育むための様々な工夫が凝らされています。これらは日々の授業のカリキュラムや課外活動、教職員の方々から皇族に接する姿勢にも現れているといいます。そのため、悠仁さまが今後大学進学などの機会に学習院への進学を選択されることで、これまでの教育環境では得られなかった貴重な学びの機会を補完できる可能性も指摘されています。帝王学の重要性について、静岡福祉大学名誉教授の小田部雄二氏は次のような見識を示しています。明治時代においては、帝王学という形で天皇や側近、そして当代一流の学識者との対話を重ねることで、全人格的な成長を図りながら天皇としての資質を磨いていく教育が行われていました。戦後、この教育は象徴としての学びという新たな意味合いを持つようになり、時代の要請に応じてその形式も徐々に変化してまいりました。しかし、その本質的な重要性は今も変わることはありません。帝王学とは単なる知識の習得ではなく、歴代天皇の事績や経験から現代の政治、経済、科学技術、芸術に至るまでの幅広い教養を身につけ、さらには言語化が困難な様々な判断力や対応力を世代を超えて継承していくものなのです。特に重要なのは、天皇陛下の近くで直接学ぶ機会です。現状のように直接のご指導を受ける機会が限られている状況が継続すれば、将来悠仁さまが天皇の位を継承された際に、さまざまな場面で戸惑いや困難に直面される可能性は否定できません。このことは皇室の将来にとって看過できない課題となるかもしれません。小田部氏はさらに次のような分析も加えています。現在の皇統の維持は、次世代唯一の男系男子である悠仁さまの存在に大きく依存している状況です。両陛下におかれましては、皇室の未来を見据える中で、悠仁さまの健やかな成長を極めて重要な課題として受け止めていらっしゃるものと拝察いたします。しかしながら、両陛下と悠仁さまとの接点が限られているという現状は、悠仁さまの帝王学習得という観点から見ても決して望ましい状況とは言えないでしょう。この問題は単に個人的な交流の問題としてではなく、将来の皇室の在り方に関わる重要な課題として真摯に検討されるべきものと考えます。このような専門家の指摘からも、皇族教育における帝王学の重要性と現状が抱える課題が浮き彫りとなってきます。成年皇族として新たな一歩を踏み出された悠仁さまが、広く国民の敬愛を集め、皇室の末永い繁栄と継承の礎となられることを多くの国民が願っています。この一連の出来事に関して、海外からも声が寄せられていますので、その一部を紹介します。愛子さまの参拝の際の神秘的な情景からは、アマテラス狼の深い祝福を感じずにはいられません。一方で、悠仁さまの重い足取りには、
何か深い思いが秘められているように見受けられ、気がかりです。両陛下の下で帝王学を治められた愛子さまは、その人格と識見において、時代の日本の象徴として、ふさわしい資質を備えていらっしゃるように思われます。一方で、悠仁さまに課せられた重責は、あまりにも大きいのではないでしょうか。もしこれが欧州の王室で起きている状況であれば、深刻な社会問題として広く議論されることでしょう。幼少期には無邪気な笑顔を見せていらっしゃった悠仁さまが、このような表情をされている姿を拝見すると、胸が痛みます。皇室典範の改正は、悠仁さまご自身のためにも、必要なのではないでしょうか。国民の声が、政策決定に十分反映されないという現状には、深刻な問題があると言わざるを得ません。このような形で、国民との心理的距離が広がっていけば、皇室制度そのものの存在意義を問い直す声が、強まっていく可能性も否定できないのではないでしょうか。以上、海外からの声を紹介しました。世界最古の皇室の伝統を守り、時代に引き継いでいくためには、時代に即した柔軟な制度改革と、国民の総意を反映した法整備が不可欠と言えそうです。そして何より重要なのは、皇族方それぞれの人格と尊厳が十分に守られ、健やかにその使命を全うできる環境を整えることではないでしょうか。敏宮殿下と父、天皇陛下の周囲を幸せにする仲の良さ。皆さんは天皇陛下と会話される敏宮殿下の表情がいつも喜びに満ちていることにお気づきでしょうか。天皇皇后両陛下の深い愛情を受けて育った敏宮殿下は、大人になられた今でもお父上を深く敬愛されています。天皇陛下も敏宮殿下を大切にされており、敏宮殿下がお生まれになった時には親としての役割の重要性を強調されました。そのお言葉通り、天皇陛下は非常に子煩悩であり、我々は天皇陛下の父親としての姿を何度も目にする機会がありました。人を敬い、人からも敬われ、人を慈しみ、人からも慈しまれるように成長してほしい、このような願いを込めて名付けられた敏宮殿下は、その名の通り立派に成長されました。今回は天皇陛下と敏宮殿下の親密な関係について、これまでの様々なエピソードとともにお伝えします。皇后陛下は敏宮殿下のご誕生に関する記者会見で、天皇陛下と敏宮殿下の仲の良さについて語られています。天皇陛下は子供をとても可愛がってくださり、育児にも協力的です。子供もお父様が大好きで、どちらかというと父親っ子ですと出産後の会見でお話しされています。敏宮殿下の父親への思いは、ご青年を迎えられ大学を卒業して働き始められた今でも変わっていないようで、天皇陛下への愛情は我々にも伝わるほどです。敏宮殿下は幼い頃から天皇陛下に強い信頼を寄せておられたようです。2002年8月、栃木県の沼っぱら湿原を散策された際、天皇陛下は敏宮殿下をおんぶしておられました。この天皇陛下のお姿は当時、我々国民の理想的な父親像として大きな反響を呼びました。皇后陛下に抱かれていた敏宮殿下は、お父様が恋しくなったのか、何度も天皇陛下の顔に手を伸ばそうとされていました。その度に天皇陛下は優しく微笑まれ、愛おしそうに敏宮殿下を見つめておられました。2002年12月、1歳を迎えられた敏宮殿下は、天皇陛下と皇后陛下に交互に抱かれていました。天皇陛下が積極的に敏宮殿下を抱っこされているお姿が印象的でしたね。皇后陛下は敏宮殿下の1歳の誕生日に際する会見で、先日無事に1歳の誕生日を迎えることができました。幸いにも今のところ非常に健康です。そしておおらかな性格といいますか、皇太子様に似て落ち着いた雰囲気があります。健康にも恵まれ、本当に感謝しています、とお話しされました。敏宮殿下は天皇陛下に似た面があり、幼少期から落ち着いた雰囲気をお持ちだったのでしょう。2003年4月、葉山御用邸でご静養された際も、天皇陛下は敏宮殿下を抱っこされていました。その度に、天皇陛下は敏宮殿下を慈愛に満ちた眼差しで見守っておられました。天皇陛下が
敬宮殿下を抱く姿に、我々国民の心も温かくなったことでしょう。御用邸の裏手にある一色海岸を散策された時、敬宮殿下は海を怖がり、不安そうな様子でした。この頃、敬宮殿下は少しずつ歩けるようになっておられました。浜辺では砂遊びを楽しんだり、地元の子供たちと交流したりして、静養を満喫されたようです。2004年7月、天皇陛下と敬宮殿下は、沖縄県から選ばれた小中学生の子供記者の方々と懇談されました。敬宮殿下は、天皇陛下と手をつないで、この懇談会に参加されました。お父様と手をつながれていた敬宮殿下は、安心して子供たちとお話ができたことでしょう。子供記者は、毎年小中学生から選出され、東宮御所を訪問したり、総理官邸や国会議事堂などを取材したりして、それを新聞として発行しています。そして2004年12月に、敬宮殿下は3歳のお誕生日を迎えられました。天皇陛下は、敬宮殿下のお誕生日に際して、体の動きや話す言葉の数、反応などに成長が感じられ、喜ばしく思っています。とお言葉を述べられました。敬宮殿下の成長を非常に大切に思っておられたことが伺えますね。2005年の夏には天皇ご一家でオランダを訪問されました。敬宮殿下にとってオランダが初めての海外訪問となりました。天皇皇后両陛下はオランダ王室の長女で2歳のアマリア王女と仲良く遊ばれる敬宮殿下を微笑みながら見守っておられました。また2006年3月には天皇ご一家で初めて東京ディズニーシーを訪れられています。ミッキーやミニーに迎えられた敬宮殿下は戸惑われ、少し不安そうな様子でしたが、天皇皇后両陛下はそんな敬宮殿下の手を引かれ見守っておられました。同年4月には敬宮殿下は学習院幼稚園に入園されました。通園バッグと手提げバッグに施された刺繍は、2匹の愛犬であるピップとマリがモデルになっていたそうです。愛犬が刺繍されたバッグは、敬宮殿下にとって心強い、特別な品だったのかもしれませんね。また同年6月に、敬宮殿下は、傘を差された天皇陛下と手をつながれて、幼稚園へ登園されました。学習院幼稚園の父親参観は、残念ながら雨天での実施となりましたが、天皇陛下と手をつながれた敬宮殿下は非常にお喜びの様子でした。9月には敬宮殿下は初めて大相撲を観戦されました。当時、敬宮殿下が応援されていた力士は琴光喜だったそうです。それ以降も敬宮殿下は天皇陛下と共に大相撲を観戦され、相撲を非常に愛好しておられるとのことです。2006年11月、敬宮殿下は七五三にあたる着子の儀に臨まれました。敬宮殿下は上皇ご夫妻から健やかな成長を願って贈られた袴などの同業服をお召しになりました。すくすくと成長される敬宮殿下のお姿に天皇皇后両陛下はもちろん我々国民も喜びを感じた瞬間だったのではないでしょうか。2007年10月には学習院幼稚園で運動会が開催されました。敬宮殿下はご自身で張り絵をした帽子をかぶってお遊戯を披露されました。年長組になられた敬宮殿下が天皇皇后両陛下の前で少し照れくさそうにされていたお姿はとても愛らしく心に残る光景だったことでしょう。2008年4月、敬宮殿下は学習院初等科に入学されました。セーラー服をお召しになり、髪をまとめられた敬宮殿下は立派な小学生となられ、その健やかなご成長に多くの国民が喜びを感じたことでしょう。さて、天皇ご一家は動物がお好きで、敬宮殿下がお生まれになる前から、ピップとマリという2匹の愛犬を飼っておられました。2008年11月、天皇ご一家は赤坂御用地で愛犬の散歩をされました。もともとこのピップとマリは赤坂御用地に迷い込んだ犬が産んだ子犬でした。この子犬を天皇皇后両陛下が引き取られ、家族の一員として迎えられたのです。動物好きな天皇皇后両陛下の影響からか、敬宮殿下も動物を非常に可愛がっておられます。非常に多忙な天皇ご一家にとって、ピップとマリは心の安らぎとなる存在だったことでしょう。
動物がお好きな敏宮殿下は、学習院初等科を卒業された際には、卒業文集に犬や猫について作文を書かれています。敏宮殿下は、この時に書かれた犬や猫と暮らす楽しみという作文にて、私にとって犬や猫と過ごす時間は何よりの楽しみで、心が和むことです、と書かれたそうです。また、保護犬や保護猫について書かれた、動物たちの大切な命、という作文も卒業文集に含まれています。可愛がっておられる愛犬はもちろん、保護犬や保護猫にまで思いを巡らせておられる、敏宮殿下の優しさが感じられるのではないでしょうか。さらに2009年には動物病院から譲り受けた愛病のセブン、保護犬のユリを家族に迎えられました。動物病院を通じて引き取られたユリは、当時生後わずか2ヶ月でした。ユリは、敏宮殿下の投稿に付き添ったこともあり、敏宮殿下にとって、親友のような大切な存在だったことでしょう。また、2010年には、赤坂御用地に迷い込んだ、野良猫のミーも、天皇ご一家に迎えられました。当時、御用地に迷い込んだ、母猫と、4匹の子猫もいたようですが、この猫たちも、敏宮殿下に発見され、保護されたそうです。母猫は人間のような振る舞いで人懐っこいため人間と名付けられ、残りの3匹は敏宮殿下の友人たちが引き取ることになったとのことです。そしてミーが天皇ご一家に迎えられ、天皇ご一家は現在も多くの動物と共に暮らしておられます。なお、愛病のミーは2024年の8月3日に亡くなられたことがニュースになり、この時に愛病の存在を知った方も多いのではないのでしょうか。2016年12月15歳になられた敏宮殿下は、両親と一緒に飼っている犬や猫と触れ合う時間も私の心が落ち着く大切な時間だと感じております。これからもペットを含め家族で過ごす時間を大切にしていきたいと思っております。とお言葉を述べられました。これまで共に生活し、敏宮殿下に寄り添ってきた動物たちは、敏宮殿下の精神的な支えとなっていたのかもしれません。そのお言葉通り、公開された天皇ご一家の写真には、天皇皇后両陛下と敏宮殿下だけでなく、セブン、ミーなどのペットたちが写っていることが多いですね。ピッピやマリが天皇ご一家のお召し物と同じ色のスカーフをつけることも多く、家族としての一体感が感じられる写真も数多く見られます。ペットたちも家族の一員として天皇ご一家に大切にされているのがよく伝わってきます。天皇皇后両陛下の動物への愛情は、敏宮殿下にもしっかりと引き継がれているようです。また、敏宮殿下が動物の保護活動などに深い関心を持っておられるのは、天皇陛下が動物を大切にされる姿を見て育たれたからなのかもしれません。さて、2016年8月、敏宮殿下は再び沖縄県と北海道の小中学生から選ばれた子供記者と懇談されました。敏宮殿下が子供記者と懇談されるのは2007年以来9年ぶりのことで、約1時間ほど懇談されました。中学3年生であった敏宮殿下は、同年代の子供記者62人だと笑顔で話され、有意義な時間を過ごされたようです。同じ8月には長野県で開催された山の日記念全国大会に天皇ご一家で出席されました。この式典の後には天皇ご一家で上高地を訪れ、雄大で美しい自然を満喫されたそうです。天皇陛下は山好きとして知られていますが、敏宮殿下もお父様の影響を受けて山が大好きでいらっしゃいます。以前と変わらず、天皇陛下と敏宮殿下との距離は近く、和やかに会話をされていました。学習院女子中等科3年生となられた敏宮殿下は、修学旅行で広島の原爆ドームや平和記念資料館を訪れ、戦争と平和について学ばれました。2017年3月、学習院女子中等科を卒業された敏宮殿下の卒業式には、天皇皇后両陛下が列席され、敏宮殿下の新たな門出を祝福されるとともに、笑顔で国民に手を振っておられました。この頃の敏宮殿下は、かなり痩せておられ、健康を心配する声も上がっていましたが、卒業式では、
天皇皇后両陛下と共に笑顔で対応され、そのお姿に安心した国民も多かったことでしょう。2019年8月、敬宮殿下は那須御用邸附属邸で高校生最後の夏休みを過ごされました。天皇ご一家は御用邸の敷地内でも笑顔で取材に応じられ、山の空気を吸ってゆっくり過ごせればと思いますと穏やかにお話しされました。高校生最後となる夏休みを穏やかに過ごせるよう、天皇陛下は敬宮殿下を気遣っておられたのかもしれません。2019年11月、敬宮殿下は18歳の誕生日を迎えられました。この時撮影された写真は、地図帳や地球儀を指差しながらアフリカについて語り合う天皇陛下と敬宮殿下が捉えられており、その距離感からは親子の絆の深さが伺えます。そして2021年12月、敬宮殿下は成年祝賀行事に天皇皇后両陛下と共に参列されました。凛とした姿勢で各種行事に臨まれた敬宮殿下を、天皇陛下は慈愛に満ちた表情で見守っておられました。気品がありかつ凛々しい敬宮殿下の成長されたお姿に多くの国民が喜びを感じ、深く印象付けられたことでしょう。2022年3月、成人を迎えられた際の記者会見では、報道陣の前で20歳を迎えられた心境などを堂々とお話しされました。この会見の中では、天皇皇后両陛下や職員とのエピソードも披露されました。敬宮殿下は日常的には飼育している生き物の世話をしたり、空き時間には音楽を聴いたり運動をしたりして過ごしております。昔から体を動かすことが好きですので、父と一緒に敷地内をジョギングしたり、以前は家族3人でテニスをしたり、現在は新型コロナウイルス感染症の対策を徹底しつつ、職員とマスクを着用しながらバドミントンやバレーボールをすることもございますとお話しされました。日頃から天皇皇后両陛下とスポーツや趣味を共有し、職員とも交流を深められているのが感じられます。さて、天皇皇后両陛下はお二人ともスキーがお好きなことで有名です。敬宮殿下がお生まれになってからも天皇ご一家でスキーを楽しまれています。2005年には天皇ご一家で長野県の奥志賀高原スキー場を訪れ、スキーを満喫されたようです。この時、天皇皇后両陛下は4歳になる敬宮殿下に優しく丁寧にスキーを指導され、特に天皇陛下は敬宮殿下を抱きかかえ、熱心に滑り方を教えておられました。スキーだけでなく、雪だるま作りや鎌倉体験もされ、家族全員で楽しいひとときを過ごされたようです。2023年5月には、天皇陛下と敬宮殿下は親子で音楽鑑賞をされています。この年の春から学習院大学4年生は対面授業が再開し、宮内庁学部の春季雅学園総会にお二人で出席されたのです。春の訪れを祝う伝統的な催しである演奏会では、みやびやかな雅楽の調べを楽しむことができます。お二人は古典的な音楽に耳を傾けられ、また一つ思い出を重ねられました。2024年5月、天皇ご一家は御料牧場へご静養に出向かれました。写真や報道からは、敬宮殿下が社会人になられてからも親子の距離感が近いことが感じられます。天皇陛下と敬宮殿下は和やかに会話を交わされており、今も変わらず親子の絆は強いようです。敬宮殿下がまだ幼かった頃、天皇陛下が海外へのご公務で出発される際に、敬宮殿下は涙ながらに皇后陛下に抱きついたこともあったそうです。現在も敬宮殿下のお父様への愛情や尊敬の念はとても深く、変わらぬ絆で結ばれているようです。これはひとえに天皇陛下の慈愛深さと、子供であっても一個人として尊重し接してこられた教育の成果なのでしょう。天皇陛下は育児について30年以上も前から先進的な考えをお持ちでした。現代では男女平等や女性の社会進出に対する認識が変化していますが、このような変化を予見して育児にも積極的に取り組まれてきたのかもしれません。幼い敬宮殿下をおぶって登山をされた天皇陛下のお姿が公開された際には、
多くの国民が父親としての愛情や育児への姿勢に感銘を受けました。敬宮殿下をおぶって登山しながらも、微笑む天皇陛下の写真は、慈愛に満ちた父親の姿を象徴しているようでした。子供は育てられた環境や親の言動に大きな影響を受けるものです。天皇皇后両陛下のように、父と母が仲睦まじく尊重し合う姿を見て育った敬宮殿下は、自然と他者を思いやる心や敬う心を身につけられたのでしょう。敬宮殿下のご公務に対する姿勢や振る舞いは、父である天皇陛下の教えや支えがあってこそのものです。皇后陛下が体調を崩された時も、天皇陛下は優しく寄り添い、育児にも積極的に関わるなど、皇后陛下と協力し合ってこられました。敬宮殿下の成長を喜び、変化を受け入れ、時には考え方の違いにも寄り添いながら、ここまで歩んでこられました。天皇陛下のお姿は日本国民の象徴であり、夫としても父親としても模範を示されています。娘である敬宮殿下だけでなく、妻である皇后陛下を支える強くて温かな心に多くの国民が感銘を受けていることでしょう。皇后陛下と共に敬宮殿下を優しく見守るお姿こそが、敬宮殿下の思慮深さや国民に寄り添う温かい思いやりを育んだのかもしれません。さて、これらのエピソードについて海外から様々な反応が寄せられています。その一部をご紹介しましょう。高価な犬や猫ではなく、保護した動物を家族の一員として大切にしているのは素晴らしいですね。家族全員に共通の趣味があるのは素敵だと思います。お父さんが率先して家族を外に連れ出しているからこそ、共通の趣味を楽しめる家庭になったのではないでしょうか。日本のお父さんは家族思いでとても温かいのですね。愛子さまはお父さまの影響を強く受けているのがよくわかります。お父さまを慕い、尊敬しているからこそ仲が良いのでしょう。天皇ご一家は家族の手本のような存在ですね。どの家庭も天皇ご一家のようであれば、世の中に揉め事も起きないでしょう。この天皇ご一家の伝統と仲睦まじい様子が長く続くことを願っています。天皇皇后両陛下は協力し合いながら愛子さまを育ててこられたのがよくわかりますね。だからこそ愛子さまも愛情豊かに育ち、感謝の気持ちも持っているのでしょう。以上、海外からの反応をお伝えしました。天皇皇后両陛下の深い愛情に包まれながら、健やかに成長された敬宮殿下のお姿を称賛する声が多く届いています。父親である天皇陛下を尊敬し、そのお姿から多くを学んでこられた敬宮殿下は、聡明で気品ある女性に成長されました。ますます輝きを増しておられる敬宮殿下、今後のご活躍から目が離せませんね。今回はここまでです。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。